弊社のインスタグラムの方にお問い合わせがありました。まあ、視聴者の皆さんならご存知ですが、僕はかなりの抜け作なので、DM とかのチェックはかなり抜けています。DM をいただいてから、かなり時間が経ちましたが、動画を配信させていただきます。Good to Borda and Mo, Oshitegne。 はい、いつも YouTube を見ていただきありがとうございます。今日はInstagram のダイレクトメッセージの方にメッセージがあったので、そのモデリングをやってみます。で、初めまして、どうぞよろしくお願いします。で、すごくご丁寧な挨拶がありまして、で、 YouTube で 3D モデリング作成、図面も添付していただいてるんですね。これ多分円弧、ちょっとこのインスタグラムの写真ではちょっと分かりにくいんですけど、円弧なんかな。で、こういう書き方の図面を見たときないんですけど、なんとなく円錐上に噛む溝が切ってあるのかな、そういう風に判断して、15ピッチで8ミリ幅でデプス4、8ミリの丸なんかな、ボールエンドミルかなんかで削るイメージですかね。で、私は外国人ですが、日本語があまり上手ではありません。いや、とっても僕より上手ですね。で、ありました。で、僕、こういうのチェックするの忘れがちなんで、ようやくいただいたのが11月12日。で、僕がようやく回答したのが11月26日。で、ちょっと形状が、あれなんで、まあちょっと、似たモデルを挑戦してみますって、これひらがなでね、日本人の僕が書いてます。で、じゃあちょっとやってみましょう。ちょっとあれから図面を見てたんですけど、おそらくこれ丸35で 157.6 の長さで、この中心からおそらくボールエンドミルがずーっといって、ここが何度かっていうのがわからないけど、多分305度がここなら、多分360度なのかな。っていうことは、この丸が360度行くときに、35ミリから、基準位置から35ミリのところから60ミリのところに移動する。で、12ミリ水平区間がある。そういうモデルと思いました。こういう場合は、おそらく、あれですね。そして、書いていきましょう。まず、35の157.6。これを2次元で直線、あら、水平線、まあ、とりあえず原点は15157.6、こっち方向で、オフセットで両側35割る2で、距離を念のため確認、35OK で、直線で 2.5 四角を、あららら、あ、さっきからファンクションキーを押してるつもりが数字の2を僕は押してました。で、この横にグリッドを10ぐらいで、円弧の35丸2入れてあげる。で、ここにつくのがちょっと質問のやつと違うかもしれないけど、まあ、丸8でデプス4やから、多分ボールエンドビルなんじゃないんかな。こうかな。で、こいつが、おそらく、ここが、この角度としたら、ここがちょっと何度かわからないけど、305度でこうなら、360度として、片方が35、片方が60。じゃあ、それでやってみましょう。オフセットで、35、あ、片側だけでいい、ね、35の60、30、あ、35の、ここ僕あんまり使わないけど、皆さん使ってますか、35、60、これでいいか。で、確かめよう、確かめてみよう。長さ寸法、基準寸法、類似なの、こうこう、うん、35の60、直径が35、
で、長さが、うん、こいつがここからここに360度いったところにここに来るって仮定して、でやってみよう。で、これがこんな時は螺旋形状です。螺旋形状で、まあ、ウィンドウ解説座標ってあるので、まあ、適当に置いて、今回ピンがいらないんで、ちっちゃくします。で、ウィンドウ2つ並べて、じゃあ螺旋形状でまず最初に聞かれるのがピッチ。今回ここからここが 60-35 で25なんで25で OK で、変換対象要素はこのボールエンドミドルで5、中心軸要素、中心軸支点要素、中心軸はこの線で、中心軸支点座標がこっちになるのかな、まあ、こっちでもいい。で、終端座標がこう。で、こんなのができるんで、このまま5。するとこういう螺旋形状が。ほんで、こっちに同じように35で157.6で原点配置してみると、こうなる。なんかちょっと、この配置の仕方がちょっとあれなんですけど、こんな時は、組み立て平面を一回貼ってあげる。ツール、組み立て平面、ビューして、パチン。じゃあ、こんな感じで。で、この時によく勘違いするのが、ビュー、これ同一ビューです。正面図と左側面じゃなくて同一ビューです。それでやってます。じゃあ次3次元に行って、これも断面表示しますか。ちょっと見にくかったら、こんな時はもうなんかこれ、これか。極太。僕結構極太使ったら、あら、これで極太？まあいいか。で、まあ、正面に向けて断面表示。したら、これが支点で、これが終点やとしたら、もうしょうがない。これはもうこのまま平行で。これ本当はもっとうまく乗せられる方法って多分あるんですけど、それはちょっと今の僕にはわからない。こんなんかな？こんなんかな？で、断面を消して、で、これ多分、ボールエンドミルですよね、これ多分。ボールエンドミル。さらに12いってる。12ミリだよね。これ度が入ってないから。12ミリ加工がいくんかな。じゃ、これを円柱で直径が4。12。直径が8です。で、無変換9で向けて中心で配置。こんな感じかな。で、ここボールエンドミルの終端なんで、9、直径が8。こいつを中心配置。多分加工ってこういうことなのかな。こう、あ、うん、これが工具の走るのかな。螺旋状に、これちょっと、DM をくださった方、これちょっと違うよっていうのだったら教えて。で、差をしてこういう加工なんかな。で、この辺がね、ちょっとアイキャド、いまいちなんかな。ここ、きちんと終わってないよね。これ多分本当はもっと螺旋を行き過ぎたりして球を置いたりした方がいいのかもしれないし、かな。まあ、とりあえずこんな感じのカムになるのかなって、イメージは、かなと思います。じゃ、どんどんやっていきます。どんどんやっていくときに、これ日本の、料理番組にあらかじめちょっと用意をしてました。これ？これでやっていきますか。で、まず、じゃあどんどん螺旋、やっていきましょう。どんどん螺旋で気をつけないといけないのは、ここはこっちからこっちに行ってる。ちょっとこれがわからない。これがちょっとここだけ9の加工してあるんかな。これ基準なんかな。これちょっとわからないんですけど、ここだけちょっと勘弁で、この1,2,3,4,5,6 本のカム溝を加工してみましょう。じゃあ、あらかじめ書いてあったやつで、でもさっきの説明であったように、2次元の螺旋形状で、それで中心ここで、こっから、ここ。で、5。まあ、しょうがない。これちょっと、これはちょっとわからない。今の時点で。でじゃあもう、これ、ツールの組み立て平面のビュー指定で、こいつ貼り付けたい。断面にしとこう、この断面。断面にしといて、これ、移動で、こいつを、ここから、ここに置いてあげる。で、次2個目。2D の螺旋形状。で、中心これ。で、ここから、ここ。で、5。こいつは赤色のところなんで、移動で、またこっちに向け
けど、これをこうかな、うん、これ途中で終わった、あ、ピッチが違うからですね。戻す戻す、このピッチを測ってやらん、このピッチが、あ、ピッチが20、じゃあ360でいくんで、螺旋で20なんで、でここを20にしたの、で、はい、繰り返します。これ選んで、中心。で、座標がここから、ここ。で、5。で、正面向けて、こいつを正面向けて、移動で、こうかな？こうですね。で、次、緑から緑。緑から緑は、うん、65から80。よし、ここのピッチを測ります。このピッチは15。で、ここまずピッチ忘れないうちに15入れる。で、変換対象要素。中心。で、こいつからこいつ。で、5。ここになるんで、こいつを緑に入れる。これね、こんなことになっちゃうんだけど、いいんかな？ここ、こんな感じで。多分重なることになるんだ。これちょっと分かりにくいから一回それぞれのカム水を色分けで、2本目が赤よね、2本目が赤、3本目が緑、ここね、こんな感じでつながるのになるのいいんかね、ちょっと僕部品図イメージがついてないんですけど、これがね完全にまっすぐ横向いてればあのこんな感じにならないけど、なんか斜めに終わってるからちょっとあれなんか、まあ今のうちに一回9も置きますか、9も3のところでこことこことここかな、で色側の方から選んで輪をしてあげる、うん、こんな感じで円筒の8の12も置いてあげましょう。一回ここがねこんなラップするので合ってるんかなっていうのがちょっとわからなくて、で、ここ、ほら、こんな、急角度に曲がってる。これちょっとなんか、もし、こうじゃないんやよとか、こういう時こうすればいいよとかっていう情報がありましたら、ぜひ教えていただきたいかな。で、ここもボールエンドミルなんで、9で、配置で、輪をする。でもこれが、工具の走るイメージ。で、まあ、緑。ここからここ、これね、すごく短い、80から90、10ミリ間隔のところもあるんで、それも一緒にやりましょう。で、また同じ。螺旋、これで中心。ああ、ここで10ミリだね。10ミリ。で、ここからここ、ここ。こうなんで。で、こいつが、また断面表示になってます。正面向けて。で、青色の移動。で、これを、多分ここに来るんだよね。こうなったら、もう螺旋状につながるんかな。これ一回、ダメ。これちょっと違う緑。この緑。なんかね、つながって、もうここしょうがない。9で。同じように、ここ配置して。で、輪してあげる。で、これ。うん。もうこの緑ってつながってるのかな。なんかこの部分では、こういう風に。ここはちょっと見えないんだけど、つながっとるのかもしれないです。ここからここに。次、逆転パターン。これうまくいくのか。やってみ。125から110。このピンクのこっちからこっちに。じゃまずピンクの距離を、ああ。ピンクの距離を測る。これが15。なんで、もうこの辺はもう慣れたね。これで15。で、これ選んで。5。で、中心、これ。で、ピンクはここから、ここ。で、うん、逆螺旋になったね。で、これを、正面に向けて、まあ、断面表示しますか。断面表示で、正面向けて、ピンクの、ピンクここか？こうやね。これ、しょうがない。ピンクにしとこう。で、同じように、あ、これでも逆やよね。これ多分逆。やよね。
でもこれやったら今までの螺旋と同じだよね。多分ピンクはこっちに来るから、まあ、反転形して、反転すればいいのかな。本当はもっとこんな反転なしでいけるんかな。これ一回反対。いやいや。こうか。こうやよね。あ、で、こいつを消して。で、もう一回断面表示して。正面向けて。こうか。こう。うん。これが多分、あれなんかな。で、これも同じように、12出る。12ミリ。よし、ここが9で出る。あ、12で出る。ここがね、本当はもっときちっとくっついてほしいけどね。あ、白から選んだらダメ。ピンクからやる。で、ボールエンドミルの9。で、輪をしてあげる。多分ここ9がなくてももう物がいないから、これでいいかな。で、もう一個ラスト。こっちからこっち。次、ちゃんとできるかやってみよう。あ、わかった。そこ、マイナス入れればいいんじゃないかな。こっからここが20ミリ。よし、ちょっとやってみましょう。マイナス20。を受け入れてくれた。これっぽいね。で、螺旋形状。中心。こいつから、こいつ。いやね、マイナスやね、これは。勉強になりました、これ。うん。キャドとの付き合い方は、パズルを解くような感じかな。本当に知りたいこととかって、やっぱりやってみないと。で、ここ重なるけどいいんかな？こういう風になってるんかね。あれ？これでも違う？ちょっと見てみよう。断面。まあ大丈夫よね。ここ重なるよね。重なるよね。こういうのでいいんかな？ちょっと質問された方、いやいや、これちょっと違うよっていう場合は、ぜひ言ってくださいね。円柱。な、白は、これで輪をしてる。あ、こいつじゃないよ。これですよ。うん。かな？多分こんな曲線なんかな？こんな曲線なんかな？どうでしょう？うん。で、じゃあ、ここまで来たら、あとは簡単で、こういう、で、差をするか。一回保存しよう。で、差をします。削る。削った要素は残さない。これからこれを引く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 。こういう、なんかこういうことになるけど、これ僕の勘違いなんか、この辺もなんかね、ようにね、行っちゃってる。ちょっと見にくいっていう声があるんで、面にぶつけてみます。こいつは赤、緑、黄色、黄色と青が一緒の、ここ繋がっとるんだね。で、こいつがピンク、肌色。こんな感じになるのか。どうでしょう、これ思っていた形状になってますか。ちょっとまた、いやいや、こういうのじゃないんだっていうのだったら、またDM でもいいですし、コメント欄でもいいですし、直接 E メールでもいいですし、ご連絡ください。今回もご視聴ありがとうございました。どうでしょう、質問者様の回答になっているでしょうか。螺旋の機能は3次元プリンターでネジを作成するとき使用しています。あと、以前の動画でスクリュー搬送の機構を紹介したのですが、その時も螺旋を使用しています。実設計であまり使用しないので忘れちゃいますよね。次回もご視聴よろしくお願いいたします。長瀬エンジニアリングでは、一緒に楽しく仕事をしてくれる仲間を募集中です。僕と一緒に仕事をしたいと思う、そんな既得な方がいらっしゃったらぜひご連絡ください。また、動画制作の励みになりますので、よろしければチャンネル登録もお願いいたします。